調子はどうですか？オヤジブレイカーズのケイク・ヘイです。オヤジ TV へようこそ。オヤジ TV では日本ヒップホップの歴史について有益な情報を提供しています。前回紹介しましたクレイジーレッグス2度目の来日について、 DJ ハナ・ドワックス・キラーから情報をいただきました。これはロックステディ DJs が大阪でプレイした時の動画で、権利が DMC にあり動画は非公開なんですが、特別に見せてもらいました。確かに1993年に来日していたという裏付けが取れました。それからクレイジー A からも当時の模様についてコメントをいただきました。貴重な情報ありがとうございました。さあ今回は1994年にクローズアップしていきたいと思います。今から27年前です。当時16歳だった人は現在43歳ですから、まあ40歳代前半の人たちには感慨深い話題になるんじゃないでしょうか。まず1994年、平成6年はどんな年だったのでしょうか。この1年間オウム真理教が世間を騒がせ、6月27日には松本サリン事件が起きてしまいます。それからポケットベルやルーズソックスを特徴とした女子高生ブームが起こりましたよね。音楽の流行としては渋谷系なんて言葉が使われていました。この頃のリアルな風景といえば、例えば夜の六本木なんかはね、自家用車を使って客を送迎して稼ぐ、いわゆる白タクがまだちらほら見かけられて、同じ方向にね帰る人を募って乗り合いで送ってもらったりとか、バブル崩壊と言われて久しい世の中でしたけれども、実体経済としてはまだそれほど景気が悪かったわけではなかったんじゃないでしょうかね。この年のヒップホップ関連情報としてはさすがに話題に事欠かない1年となります。3月9日水曜、小沢健二とスチャダラパーによる曲今夜はブギーバックが発売、その後ヒットします。4月19日火曜、ナスのイルマティックがリリースされます。いろんな意味で問題作というかヒップホップ史に残る名盤です。ぜひチェックしていただきたいと思います。4月21日木曜、ムロ4マイクロフォンページャーのストリートライフが8センチシングルでのリリース、これですね。ちなみに当時の自分たち B フレッシュは次のレコード会社との契約も宙に浮いたままでの活動となります。一時代を築いた六本木サーカスは名称を R ホールに変えスタートします。クレイジー A がオーガナイズする B ボーイナイト、 DJ 宇治田実がオーガナイズするスーパーフライデーなどがありましたよね。 B フレッシュは毎週水曜日にイベントを行っていました。なおこれらの情報は自分のダイアリー The Eyes of KFK に記された実体験を中心に紹介していますが、この頃はたくさんのラップアーティストが B フレッシュのイベントを通過していきました。リノ、ソウルスクリーム、ネイキッドアーツ、EDU とかね。この頃 MC ベルの後ろをくっついて歩いていたのは山田マンでした。その他メローイエロー、リップスライムなど下からどんどん出てくる後輩やヒップホップニューカマーの数も増え、ヒップホップが盛り上がる分メディア上でのアピール合戦も競争が激しくなります。当時ね、 MC ベルは29歳、自分は27歳にしてその座を若い世代に譲らなければいけないということを理解しながらの活動でした。また後輩の育成も活動の一部になります。これはね、いつの時代もラッパーが通るヒップホップあるあるじゃないでしょうかね。当時自分は自宅にボーカルブースを設置して、キッチンを音楽制作の場にして、後輩と共に音楽レーベルキッチンレコーズを立ち上げます。これはね、単に後輩が集まるようになったからではなく、誰もが自宅でデジタルレコーディングが可能になったある技術革新がきっかけでもあります。それは1991年に発売されたアレシスの ADAT っていうのがあるんですよ。 ADAT は SVHS を記録媒体とした8トラックのデジタルマルチトラックレコーダーなんですね。当時デジタルの多重録音機材っていうのは非常に高価だったんですよ。デジタルの単価が非常に高かった。
ですがこの ADAT が出たおかげで個人でもデジタル多重録音が現実のものとなりました。とは言っても当時定価50万円でした。まあでもね、それでもなんとか手に入れたいという気持ちには十分にさせてくれました。非常に魅力的でしたね。これとデジタルオーディオテープ、業界では DAT と呼んでましたけれども、この DAT と ADAT との組み合わせでデジタルマスターを自宅で作ることが可能になりました。この環境の中でコンピレーションアルバム、このキッチンズをリリースしました。からまあ今となってはね、いわゆる DAW っていうんですかね、 DAW、この言葉のもと音楽制作環境も身近になりました。本当にいい時代になりました。まあこれについての話もね、いつかゆっくりしたいと思います。そしてなんといってもこの年、日本ヒップホップ史において記憶にも記録にも残る出来事が起こります。イーストエンドプラスユリによるだよねの大ヒットですね。8月21日日曜にリリースされたこの曲は北海道エリアから火がついて大ヒットに結びついたらしいです。まあ、でもそんな戦略を用いなくてもヒットはしたんじゃないかって思うぐらい楽曲自体のパワーは十分にありましたよね。彼らの評価すべきは日本ヒップホップの現場で地道に活動を続けていた都会の MC と2人の DJ が成し遂げた真のコミュニティからのヒットということですよね。楽曲の構造もヒップホップマナーにのっとり、ライミングも技術も放棄せず、スキルコンシャスなラップで文句なしのヒットでした。それはちょうどランディ MC がヒットして一気に白人層を取り込んだように、まあ、日本は単一民族なので比較にはならないかもしれませんが、このだよねの大ヒットでオタク層などヒップホップコミュニティ以外の層も取り込んで、本当に大げさでなくみんなだよねって言ってましたよね。それってあの本場合衆国でいうところの Yo とか I みたいなものなんじゃないでしょうかね。あれから23年経ちますけれども、この出来事について改めて評価や議論もするべきじゃないかと思います。最後に10月15日新興ミュージックよりヒップホップカルチャー誌フロントが創刊されています。あとはこの年は海外のヒップホップ系 R&B 系のアーティストが来日した数もリリースも数えきれないほどありましたけれども、これはすいません割愛させていただきます。続きは次回に。これからも日本ヒップホップの歴史について有益な情報を提供していきます。それではバイバイ。